モンロー軍は、アメリカ合衆国アイオワ州にある軍。2005年の推定人口は7835人で、軍庁所在地はアルビアである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積124平方キロメートルである。この内線123平方キロメートルが陸地で、2平方キロメートルが水池である。 総面積の0.16%が水域となっている。2000年国勢調査時のモンド軍の人口ピラミッド2000年、現在の国勢調査で、この軍は8016人、3228世帯、及び2211家族が暮らしている。人口密度は7、平方キロメートルで3、 平方キロメートルの平均的な密度に3588件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人98.40%、アフリカン・アメリカン0.20%、先住民0.36%、アジア系0.40%、その他の人種0.12%、および本欠0.51%で、 人口の0.50%がヒスパニックまたはラテン系である。3228世帯のうち30.50%は18歳未満の子供と暮らしており、56.20%は夫婦で生活している。8.60%は未婚の女性が接待種であり、31.50%は家族以外の住人と同居している。 28.00%は独身の居住者が住んでおり、15.30%は65歳以上で独居である。1世帯あたりの平均人数は2.43人であり、家庭の場合は2.97人である。軍内の住民は25.30%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.20%、25歳。 以上44歳以下が25.00%、45歳以上64歳以下が23.00%、および65歳以上が19.50%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は94.90人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.60人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は34,877ベードルであり、家族ごとでは41,611ベードルである。男性の31,667ベードルに対して、女性は21,401ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,155ベードルである。人口の9.00%及び、 家族の5.60%は貧困線以下である。18歳未満の12.20%及び65歳以上の5.90%は貧困線以下の生活を送っている。アイオワ州、モンロー郡の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年12月5日閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。